Good morning, Koza! 皆さんおはようございます。地域情報バラエティらしき番組 Good morning, Koza! 略して GMK のお時間がやってまいりました。これからの小一時間皆様のお相手をするのはそうです。あのミスタースティービーが担当いたしますので、どうぞ皆さんこれからの1時間よろしくお付き合いお願いいたします。さあ、そして今日のアシスタントディレクションをしてくれるのはこの方でございます。おはようございます。おはようございます。 FM コダのミクです。おはようございます。お願いします。ミク今日も爽やかだね。ありがとうございます。ミクさ、とっても声爽やかなんだけど、はい、着てるもんはとっても地味だよね。はい。なんかほら白っぽいのとか、はい、あるいはそのパステル調のとか、はい、あの赤とか黄色とかピンクとかってあんまり着ないよね。まず白は汚すんですよ、うん。いやいや、それはわかるよ。わかるけど、はい、それがゆえに嫌なの。そうですね。着ないのか、あの、うん、服は基本落ち着いたのがいいんですよ。ほうほう。けど小物はカラフルです、結構。ほう。小物はね、はい、着るのはだいたいこのちょっとどちらかというとトーンの重い黒とかグレーとか、はい、そんなんばっかりなのの方がなんか目立つのが嫌いなんですよ。マジか。いや、あなた色も白いからこう華やかなもの似合うと思うよ。これ彼氏ができたら多分 またこうね、ちょっと変わってくると思うんだけど、まだ兆しがないっていうことだな。どうですかね。そうか、個人情報だからこの辺の方にしとこうね。で、ミクは沖縄に来てもう何ヶ月になります？もうですね、うん、3年が間もなく経ちます。3年になるんだ。はい。なるほどね。あっという間です。もうじゃあ、沖縄の夏と冬も、うん、まあ、3回ずつぐらい経験したっていうことなのかな。しました、うん。けどあの沖縄の日焼けで学んだのが、うん、3月に気をつけろっていう。あ、そうなの。はい、あの夏は焼けなかったんですよ、うん。まあ、焼けないようにやっぱ痛いからね、はい、もう暑いし痛いからね。のであんまり出ないし日焼け止めも塗るし、うん、だったんですけど、うん、今日一昨年初めて来た年に、うん、夏焼けなかったから、うん、私は焼けない体質だと思って、はいはいはい、いたら3月に海に遊びに行ったんですよ、うん、こう普通に、うん、あの入るとかじゃなくて、うん、そしたらもうたった1日で丸焦げみたいな。マジですか。になって、それからもう太陽浴びるごとに熱を吸収して黒くなっていくみたいな感じがあって、うん、ほうほうほう、この時期がこれからちょっと日焼けを気にしないとっていう時期です。なるほどね。まあそう、はい、ね、もう今日でも結構またね、あの晴れなんで日差しがこう、うん、結構ガンガン来そうな感じがするんですけど、はい、だからね、特に観光客の方なんか、うわー、やっぱ常夏沖縄だなっつってこう、うん、T シャツで歩いてる方もいらっしゃるし、うん、でそうするとこう肌が露出してきて、はい、気がつくと鼻先がこう赤くなっていたとかね、はい、ありうりますからね、はい、うん、それぐらいありますから危ないですよ、はい、ね、気をつけていただきたいと思います。そして、はい、ミクこと本山ミクさんが、この間お誕生日だったということで、いいんですか、遅ればせながらおめでとうございます、ハッピーバースデー。ありがとうございます。すごい。ということでございましてね、この黄色のチューリップと、はい、まあ、今回ね工芸フェアにこう関わっているので、はい、それにあのまつわるちょっとこうあのものが入ってますんでね、まつわるものが入ってますんでね、いや、それ見ても多分こう平面なんで分かんないと思うんですよ。ね、多分あの体験するやつがね入ってると思います。あ、うん、これ、まあ、そうですね。あー、はい、うそー、開けてもいいですか。いいですよ、どうぞどうぞ。いや、だからそれでちょっとあの、紺地なんですけど、はい、基本ね、うんうん、ちょっと明るめがいいかなと思ってブルーにしました。はい、はい、好きな色です。あ、よかったです。ね、
千葉の花織。千葉の花織ですよ。へー、うん、嬉しいです。使います。はい、ぜひ使ってくださいね。沖縄来る前からこの、うん、何柄でしたっけ、八重山がミンサ織で、これはもう花織ですね。花織、千葉の花織という、うん、花織という、まあ、デザインですよね。そうね、この柄ってすごい沖縄っぽいですよね。そうですよね、はい、こう好きです。縦と横のこうね、格子状のものになってるね、はい、ということで、まあ、明日からまたねこう現場が入ると思うんですけど、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、頑張ります。さあ、さてミーク、今日は何月何日ですか。今日は3月の8日、8日、水曜日です ね、 はい、FM 講座スタジオ前、中央パークアベニュー、ね、まだ桜咲いてます。最近はね、1ヶ月ぐらい遅れてきてますね。この数年ぐらいはもう2月入ったらね、昔は桜も散ってたんですけどね、もう今だいぶ本当にこう1ヶ月ぐらいずれてます。だから名護の桜祭りとか、日本一早いこう本部町の八重岳のこう桜祭りも、桜が開花しない前にこう、桜祭りやるっていうのが、ね、ここ数年続いてるんですけど、ね、本当おかしくなってますよ。3月ですよ今日、はい、3月の8日でこうね、小座でこうちょっとこう今逆に満開みたいなねいう感じでございますけど、気になるお天気はですね、晴れでございます。ちょっとね、こう雲がね、薄曇りかかってますけど、お日様はね、綺麗に照ってますね、いい感じになると思います。さあ、ということで、この後ね、ツイキャス、そして、ね、あのユーストリームはもう、まあ、配信してますけども、あの今日のね、各週レギュラーのちなさんもお迎えしながらですね、ちなオーディオにまつわるあの話この話、そして、明日から始まる第15回沖縄市工芸フェアのね、お話も、交えて進めていきたいと思いますので、皆さんからのメッセージお待ちしてますよ。メッセージはこちらまで、 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp まで皆さんからのメッセージをお待ちしてます。まずは大事な大事な CM その1です。どうぞ。さあ、ということでね、番組をスタートしました。あ、そうだ、ツイキャスをですやってないんだな。はい、ツイキャス今からね、開始しますよ。ピ、これでいいのかな、あれ、違うか、今やってたのかな、違うよね、ライブ開始
これでいいのかな、はい、はい、できました。これで、ね、ツイキャススタートしましたよ。皆さんからのメッセージお待ちしてますね。あのコメントの方もツイキャスもお待ちしてますので、よろしくお願いします。さあ、そして、お隣はこの方でございます。おはようございます。おはようございます。はい、どちらの仙人でございますか。ちな、はい、オーディオのちなひろしです。ちなひろしさん、おはようございますね。もうあのこの間はいつも、うん、ラジオの時はだいたいラフな T シャツとサングラスと短パンみたいな感じで来るんですけど、今日はあのいつものサムエスタイルですね。制服ですね。制服ね。これちなさん年中サムエ着てるでしょ。そうですね、うん、あのまあその方が楽というか、夏の暑い日も、はい、冬の寒い日も大和にもこれで行くよね。そうですね、冬にね。これで行くのよこの人。絶対寒いです。いやだからこの上にあのほらなんかコートとかジャンパーとかっていうのじゃないよ。もうこのまんまでしょ。いやですから、うん、だから今25年間一度も風邪ひいたことないわけ。この人よ、自殺行為でさ、福島もねこう、一昨年11月かな、はい、の寒いよ時にこの人これで行ってたからね。だって七分ですよ。七分で、まあだからこう足もだからこうくるぶしぐらいまでで、で下は島ぞりですよ。島ぞり素足にね、うん、ですよね、はい、それで、東京をね、東京の方でもあの厚着してるのに、はい、この方それで行ってみんな二度見三度見するわけ。ちょっと怖い。で福島行って、福島東北ですよ一応ね、近い東北ですけど、そこで11月にこれで行きますからねこの方ね。恐ろしいですよ。自分で体温調節が、根っこは北国かもしれないですね、うん、根っこ、うん、根っこは何ですか。根っことしては、うん、あの寒い国。あーはーはー、なるほどね。ちょっと毛深いところもあるし、ま、いや毛深いのとあの寒さに強いのと違いますからね。どんな毛深いあのボーボー剛毛な方でも、うん、それは薄着したら寒いですよ、うんうん、いや だからこれ二十何年このスタイル続けてるんですか。25年。25年、はい、もう風邪ひかない、はい、で、はあ、基準としては、うん、とても10度以下になると、うんうんうん、普通 の水道の水道水、はい、かぶると痛いんですよ、うん、10度以下になるとね。ほうほうほう。で今年の冬はそういう状態なかったから、はあ、まあ、水かぶるんですか。そうそうそう。いやだから冬は 水かぶって、うん、夏はお湯かぶろう、うん、あ逆にしてるのね。そうそうそう、はあ、それからだから一度も風邪ひいたことないから、はあ、いやあのね、王選手がいるでしょ、一本足打法の、はい、あの方も夏の暑い日でも、まあ、あの頃って球場にエアコンもないし、うん、もう扇風機ぐらいですよ。むっちゃ暑いんだけど、それでもみんなあの冷水とかこうね、こうコーラとかガブ飲みしてる時に、うん、王選手はこう白湯を飲んでたんですよ。ああ、はいはい、なんかこうやっぱいいんでしょうね、うん、そのこう体温調節とかこういろんなのにするのに。そうですね、夏には暑いもの、はい、冬には冷たいもの、合ってんのかな。いや分かんない。でも千奈さんはそれでも本当にずっと健康を保っていらっしゃるわけでしょ。そうです ね、もう別に気にすることなく、ほう、昔はね、うんうん、それやるまで前は、うんうんうん、もう流行というのが僕が最初に風邪ひいて、はあはあはあ、家族に広める広める、うん、もうトレンド最先端に行ってたわけね。そうです、はあはあ、でも もうそれやってからは、うん、まあ、一度も行ったことないですね、はあ、なんでまたそれをしようと思ったんですか。きっかけってあります。ねえ、なんかね、うんうん、やっぱりジャンパーつけると中が蒸れてしまって、うんうんうん、まあそうですよね。で結果的には冷える、うん、はあはあ、だから風邪いく。そうですよね、あのよく湯冷めするっていうのをこう熱くてこう薄着してこう、ね、やってて急激にこう体温がこう冷えてくるから風邪ひいちゃうんですよね、はい、はあ、なるほどね。面白いですね千奈さん。やっぱこう発想が、千奈さんの発想っていうのは普通の人の発想じゃないので、うん、やっぱりだからこうオリジナルのこう世界に類を見ないこうあのスピーカーとかアンプとかこう作れるんですけど、うん、あの常人とは違う行動をするので、あの浮世離れはしているよね。そうですかね、うんうん、いや変人って言われてうん、うん、最近はあそうかなと思うんだけどでそこがいいとこだと思うんですよ。あの千奈さんの、あの、ね、そうかなって、うん、
別に自分は自分だしっていうね、そこがやっぱりこう千奈さんのこうとてもいいとこだと思いますよ。そうですよね。通常はやっぱり日本はこうよく言うね、長いものには巻かれろとか、空気読むとかね、そういうこうなんかこうあのみんながやってるこう体制がやってるようなねものにこう従順するっていうのがこう日本人気質ですけど、千奈さんはもう本当ゴーイングマイウェイですよ。だからどちらかといえば、欧米人 逆かもしれないです。逆みんながこう言ってたら、あそうですよやっぱり、ほらみんな北部行くときは、ここは大体南部に行ってるから、どちらかというとへそ曲がりというかあるのかもしれないですね。はあはあ、まあ、みんながやること違うことをやりたいと。そうですね。だから皆さんがこう違うことをやると発想がまた違う、まあ、なんかいろんなのが生まれてくるかもしれないよね。いやもう生まれてると思うんですよ、だから、パイプのスピーカー、あれも実は、そういう論文にね、これは間違ってるから、作るなということ書いてるんですよ。あそうなんですか。ところが、その間違ってるということが間違ってたんですよ、だって今もいろんなのこう筒型になってきてますよね、はい、もう真似か分かんないですよ、いろんなスピーカーとかこう名だたるスピーカーってこう円柱型っていうんですかね、それになってきてますよね、これもやっぱり、世界中の特許庁の審査官が参考にしてみたら、こんなスピーカー作ったらダメだという結論がもう出てるけど、実はそれが間違いだったんですよ。で最近それ見つけたもんですから。なるほどね。でそれを正さないと、結局だからアメリカではもうこれが常識、パイプ型はダメだというのが常識、でそこの有名な人がそれ発表したもんだから、だから世界中誰も取らないし、僕10年前に世界特許を出したんですよ、却下されたんですよ。この理由が多かったんですよ。この間違った論文があったということで、まあ、これがもう定説になってるから、あんたこんなの特許なんか取れるわけないよみたいな感じだったんですか。でも、本当に30分ぐらいでと、東北の、うどん屋さんに、山形のうどん屋さんに配達行くときにね、2メートルのスピーカー、で途中ほら2時間半かかるもんだから、新幹線乗って、30分ぐらいで、まあ、パッパッパッと書いて、作っていけないのを、アイデアとして出して、作ってみたら、もうこんな小さい8センチのスピーカーで、ピアノのガーンって音が出て、低音がね、あれなかなか出ないんですよ。ピアノってほら叩くでしょ、打楽器なんですよ、ある意味、打楽器プラス、あとビーンって響くから、弦楽器とね、だから2つの特性があるから、簡単にできないんですよ、同じ音が。その2つの特性をこう、綺麗にカバー、どういうふうにこう、より生音に近い音をこう増幅させるかっていうことですよね。だから昔ほらボイデンという喫茶店で、ありましたありました、80センチのウーバーを4本も使って、コンクリートで1000リッターの穴掘ってね、足りないから、地下も穴掘ってコンクリートで作ったんだけど、80センチ4本使ってもダメだったのが、10分の1の8センチで出たんです。もうこれがスピーカーの結論だなというのが、あの時あれ何十年前、そうですね、センター通りでもうあれしてた時ですよ、ね、今のなんだ、あのカリビアンレストランの何だったっけ、バンブーカフェ、バンブーカフェの後ですよ、前なんか30年ぐらい前ですか。そうですね、30年ぐらい前にボイデンっていういわゆる、ミュージックカフェみたいなのがあったんですよ。千奈さんの弟さんがやってらっしゃるね、弟がやってて、でもうJBL のあれ1000万ぐらいだった、もうとにかくできるだけのことやって、何千万かのスピーカーって言ってさ、もうあの鎖までこう鎖そうそうそう目の前に入らないように触らないようにって鎖までやって、あんなのやってましたよね。もうあれは今からは多分できないと思うんだけどね。でもあんなバカでかいこう何千万するスピーカーが、わずか直径8センチ。そうです。で、もっともっとクリアで、もう今言った生楽器ピアノのこう、生に近い音がクリアに、しかも360度同じどこにいても聞こえるようになってるわけですよね。そうですね。だから逆にこれはダメだというものに目をつけた方が、そうですよね、早いと思います。だからもういわゆるこうシェアをこうもうね、固めてるところには新規参入なかなかできないですから、まあだからその
何も手をつけてないところに開拓していく方が、うん、それは大事なことなんですよね、はい、だから世界のうちなんちもそうですよ、うん、こうやっぱこう貧しくて食えないからこう海外に行って南米とか行くんだけど、うん、もうついてみたらアマゾンのこうもうほんと山林の、うん、こんなところでどんな畑をやるのっていうのをこうね、うん、血の滲むような思いで開墾していって今があるわけですから、そうですね、まあ、だからその発想もそうですよ ね。だからこんだけこうアメリカとかこうね、シェアをこう持ってるこう権利とかいろんな、権限を持ってるところが、ええ、あんたのダメだよって言ってる中をこう掘り起こしていくっていうのも大変な作業ですよね。そうですね、うん、やっぱり真似するのは簡単だけど、はいはいはい、新しく考えるというのは、うん、やっぱり相当の思いでやらないと、ね、もう朝起きてから寝るまで、うん、もう夢の中でも思うぐらいしないと、うん、ね、うん、答えが出ないと思います。だからね、あの普通の変人ではないんですよ、この方パイオニアなんですよ、はい、さあその子ね、チナさんですけど、まあ、チナオーディオの子代表でもあるんですけども、うん、沖縄市工芸産業振興会というね、はい、まあ、沖縄市のこう工芸作家たちのこう皆さんのこういわゆる団体の会長をやってまして、まあ、そのこう工芸産業振興会がこう実質も事務局になってこう進めているのが、沖縄市工芸フェアというね、はい、もう今年で15回目ですよね。そうですね、うん、もう初回なんかこの中央パーク この表でやりました。ここでやったんですよ、3回テントだからもうテントでこう、うん、いわゆるこう遊歩道みたいなのがあるじゃないですか、街路樹があるところね、はい、そこにこう両サイドをびっしりこうテントをこう立てて、だからね、こう24時間こうガードマン配備して2日間ですかね、土日とかそれぐらいやってましたよね、はい、2回か3回ぐらいやりましたっけ。3回までやったんですけど、3年はここでやったんですよ、うん、でそこからまあ、ね、プラザに移動して、ね、プラザに移動してやっぱり3回まではなかなかね腕には結びつかなかったんだけど、うん、やっぱり店舗でちゃんと展示すると、はいはい、もう倍倍倍で腕が増えてきて、なるほど、もう何千万いくとは思ってなかったですね、いや本当にやっぱこう高価なものですから、そんだけこう、うん、技術開発とかこのいろんなこう、手作り ね、こうあのオートメーションじゃないんですよ、工場でこう量産できるものじゃないんですよね、はい、品さんのスピーカーは、全部こう溶接をしながらこう、ね、はい、作ってる一品ものでございます、工芸品でございますので、まあ、値段はその分も張るんですけど、でも昔から言ったりさっきの JBL の何千万とかね、うん、坊主のこう、ね、何千万のって、ね、みんなそういうの、ね、こう、はい、がああいうの憧れてたじゃないですか、はい、あんなの買うよりも、わずか30万とか、それぐらいでコンパクトで、うん、軽量コンパクト でしかもこの、うん、30万そこそこの商品で、うんうん、1億円の倍率ノートもちゃんと出せますから、そうなんですよね、ちょっと、うん、でもそういう場という意味で、あの、うんうん、プラザハウスのおかげで、うん、はい、いろんな意味でこうちゃんとした場所でね、うん、展示できたというのはとてもそうですよね、やっぱりこう、雰囲気とかね、うん、そういうのもこうありますから、はい、まあ、そのこうね、こうまあ55年以上かな、60年近くこう、ね、あるこう老舗のプラザハウスさんで、うん、そこでまあこうね、まあこう、うちなんちゅだけじゃなくて観光客とかこう外国人の方もね、はい、こう見てこう楽しめる、まあこう沖縄市工芸フェア、明日からですね、うん、今日搬入ですよね、千奈さんね、はいはい、明日から9日、10日、11日、12日までの4日間ですか、はい、まあ、プラザハウスショッピングセンター1階から3階まで全部使うんですよね。そうですね、ね、もう今では、うん、多分沖縄全島からお客さんは、はい、そうですよ、はい、うん、で沖縄市以外にもこう全部で64の工房が、はい、一堂に会社、もう本当これ県内最大の工芸市ですよね。そうですね、だから家賃だったら家賃市とかね、読谷でもこうやってますけど、ありとあらゆるこう家賃こうね、染め物、漆器、琉球ガラス、ね、こう木工とかいろんなものが全部勢揃いするのは、はい、これもう唯一でございますんで、時間が10時からですか。そうですね、10時から夜8時までですかね、はい、4日間やってます。で、
やっぱりね、こうチナさんのこうチナオーディオもこうそう簡単にね、こうあの、ビール買うような感じで買えないですから、はい、まずそこに行ってチナさんのこうユンタクハンタクもこう聞きながらですよ、はい、でそのこう、あ、なるほどな、ここが違うのかとかね、そういうのもこうあのお話を聞きながら、うん、またこうね、試案をしてやっぱり買おうとかね、はい、うん、今回の、うん、コンテストも、うんうん、かなりこう審査員の人みんなこう白熱というか、ほうほうほう、結構時間かかりました、ね、ちなさんも審査員になったんですか。僕はあの一応、うん、委員長ということで票は入らないんですけど、ちょこちょこちょこあの口出しして、うん、これ綺麗じゃないとかそう、ね、先週からですね、工芸フェアに先駆けて、はい、沖縄市工芸コンテストクラフトイン沖縄市の、受賞の作品の展示をやったんですよ、はい、これが何回だったかな、3回ですね、はい、3回のこう奥の方になるんですけども、グランプリがですね、千葉な花織のこう、うん、方で金城ゆかりさん、うん、ね、はい、昨年一緒にこう福島に一緒に行ったこう素敵な女性なんですけども、はい、これが、千葉な花織の帯地がね、うん、こうグランプリになりました、うん、で準グランプリはこれは菊池さんかな、こうガラス月夜の嵐というね、ものでグッドデザイン賞に、小林川さん、こう若手の木工芸なんですけども、うん、木漏れ日というね、こうあの木製のこう、木を形取ったね、はい、ランプですね、それがこう、グッドデザイン賞ですね、うん、でそれから織物の大城さんがクラフトマンシップ賞、うん、緑のトンネル、それから奨励賞ですか、これは陶芸八千文ですね、山内さんの作品、それから小木工、これ奨励賞ですね、高橋さん、それから染め物、同じく奨励賞、金城博司さん、あ、金城さんね、昨年グランプリだったんですよね、瓶型染めのこう、ね、はい、金城さんがね、やっぱりもうディフェンディングチャンピオンですから、うん、それを超えるものじゃないとなかなか ね、 そうですね、2年連続で取れないんですよ、うん、まあ、でも、ね、奨励賞を取ったということでね、うん、それから染め物を佳作、これ小倉さんですかね、うん、まあまあ、いっぱいな佳作も作品も入選もね、いっぱいこう展示してますので、うん、ぜひ合わせてね、はい、楽しんでいただければと思ってますけども、まあ、工芸フェアといえばですよ、はい、もちろんこうチナさんのこうね、チナオーディオ、こうそれからアンプ、はい、去年かな、はい、こう新規であの発明した、うん、あのターンテーブルね、うん、あ、はい、あのレコードプレイヤーですよ、レコードテーあのプレイヤーは通常モーターで今まで動かしたんですよね、そう、あのダイレクトっていうのが普通なんですよね、うん、だけどモーター使ってないんですよ、うん、いつもなんか違うところにやっぱり どんな仕組みになってるんですか。一応モーターを使ってるんですけど、うんうんうん、もう本当にあのパワーがいらないというか、ほうほうほう、中あのエアーで浮かしてるもんですから、低空浮いてるんですよ真空管みたいになってね、浮いてるんですよ、浮いてて、だから力がいらない、もう指で回すと5分ぐらいは平気で回るぐらい、ずっと回り続ける、空気抵抗で止まるような形で、うん、で止まるだけじゃなくて、うん、止まった後、うん、傾いているところにこう重いところが回っていくんですよ、うん、それぐらいあの敏感というか、だからあのミシン糸でドライブするんですよ、うん、だから三脚モーターのカセットのモーターでも十分すぎるぐらい、はいはい、でしかも通常ではこんなちっこいモーターで動くはずがないものを、まあ、とてもじゃないけどね、抵抗が大きいから、まあ、最初のこう始動だけをこれ使って、うん、あとはもうあのいわゆるエアーでこう回ってるという感じなんですかね。もうそっちに近いですね、糸ですからほとんどトルクは取れないはずなんですけど、うん、もう逆に言うと宇宙空間に浮いてるようなイメージがあるもんですから、うん、だからあれですよね、こうロケットも、うん、その大気圏に行くまではその、ね、エンジンとかロケットエンジンとかこう使いますけど、うん、大気圏行ったらもう本当にもうちょっとやるだけでもそのあれでプーンっていくでしょ、ああいう原理ですよ、ああ宇宙だ、ずっとだからずっと動いてるんですよね、えあれで、ま、ちなさん僕も何回か聞いてるんですけどまだこうあのちゃんとはこう理解できてないんですけどもうですから、うん、あのためにこれを指で回して体験させるというかうん、うん、そうそうですよね、沖縄市にも置いてますけど、だから
モーターでやったらやっぱりそのこう回転率がこう、こうなんていうんですかね、結局ほら微妙にこうモーターって南極という極数があるから、それをなくすためにある意味、はいはい、あのベルトというか、はい、要するに70対1で、うん、だから3極のモーターが、うん、実際は210極になりますから、うん、レコードが1回転する間に210の駆動力があるから、うんうん、もう完璧に円運動ですよ。で普通の場合にはどうしても5極6極しかないから、うんうん、カクンカクンでもあるんだけど、だからそのこうちょっと歪みがあったりとか、そうそう、こう回転がこう均一化してないということですよね、そうそうそう、従来のやつは、はい、それが千奈さんのものはもう本当に同じ速度というか回転で回るから、 そうです、はい、そのこうレコードのこう、まあ、いわゆるレコーディングしてるものがよりあの、まあ、そのレコーディングした状態で増幅される、こうあの再現されるっていうことですよね、はいはい、でしかもこの滑らかに回るっていうこと自体が難しい、うんうんうん、でそれを目の前でこう自分で回した時っていうのはなんか虜になってしまうっていうか、うん、もうしょっちゅうやってますよこれ、手で回して、あの前あと一緒ですよね、そうそうちょっとちゃちゃみ意識するっていうねそうね、こうそうね、こう面白いでしょ発想がいや、これも実は作ろうと思ってやったんじゃなくて、うんうんうん、もうレコードがいいっていう人がいっぱいいるから、そうなんですよ、オーディオファンというかオーディオマニアの方ってやっぱりこう、はい、アナログ版好きな方多いですよ ね、 そうそうね、でやっぱりこうあのジャケ買いって知ってる、あのジャケットのデザインで買う、うん、そう、そうなんですよ、だから、うん、中身聞かない主張もしないんだけど、こうジャケットが、まあ、アート作品にもなってるんですよね、はい、昔はね、うん、で LP だったらこれぐらいのね、うん、大きさになってるから飾ってもやっぱ綺麗だし、うん、でまあボイデンとかね、はい、こうあのそういうミュージックバーではあの、ナウオンエアーとかってね、うん、こう スタンドにこうアナログ版をこう挿して、うん、今これかかってますよみたいなのがもうアートになるんですよ、そうだからそれを見て買ってるっていう世代が多いですから、はい、まあ、これをもうなかなかもうターンテーブルも売ってないですからね、はい、昔はこうレコード屋さんに必ずレコード張りも売ってたんですよ、うん、もう売ってないですからね、まあ、一部売り出したところもあるんですよ、うんうんうん、でだから問題はそれを今度全部溶接にしたら、うん、はい、今度はその音楽そのものが、うん、なんかこう本当に宇宙でこう浮かんでるような感じのイメージまで出るようになったんですよ。ほうほうほう、それはデジタル撮るとほら、うんうん、看板屋さんがやるでしょ、はいはいはい、あのブブンブブンだけ塗ってね、はい、デジタル的に同じのできるんだけど、うん、これがスムーズに移行させるためには、うん、たとえデジタルで録音しても、うん、アナログにした時に、うん、カクカクが なくなってくるでしょ、ほう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 、斜めの部分がほら、うんうん、あのちゃんと再現できるもんですから、はい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 、だからデジタルからアナログに、うん、カッティングの段階で移行するんですよ。うーん、もちろん信号はデジタルなんですけど、はいはいはい、これをアナログでこう、うん、カッティングするときっていうのは、うん、必ずその間が表現できますから、うん、1と0の間、うん、0.5 もちゃんとできるんですよ、その、うん、本当はデジタルなんだけど、カッティングするだけで、うん、その穴を埋めてくれる。じゃあスピーカーとかによっても全然本当に変わっちゃう、そうそうですね、違いますね、はい、あの、うん、なんかこう夢見心地っていうか、うん、そういう感じがね本当に再現できますから、うん、だからなんかレコードとも違う、うん、要するに溶接にすることによって全てを滑らかにしてくれる、うん、まあ、それもねあの現場でね、うん、ぜひこう、うん、あの見ながら聞いてみながら、はい、千奈さんのこうユンタクも聞きながら、はい、ぜひ楽しんでいただければと思ってます、はい、ツイキャスコメント来てますよ、ルドルフさんから来てます、はい、ありがとうございます、ハイサイおはようです、おはようございます、スティービーさん、千奈さん、ミークーちゃん、おはようございます、おはようございます、千奈さん、はい、仙人のようですね、 ありがとうございます、ね、仙人、仙人っていうのはまだいい表現なんですよ、僕はこう、ね、大和行くときにはね、中近東 の、 テロの方っていう感じでこう見られるっていうふうにねこう言ってますからね、うん、まあ、そうではなくてこう仙人というふうに呼んであげるとね、うん、嬉しいと思います、うん、さあこの後ですね、一旦 CM を挟んでですね、実はこう、千奈さんから重大発表がありますので、皆さんもうね、チャンネルはそのまま、チャンネルっていうのかな、周波数はそのままで、ね、聞いててくださいね、CM の後重大発表です、まずは CM その2どうぞ。
さあということでね、CM 明けでございますけどね、何が重大発表かというとですね、はい、まあ、明日からこう始まる第15回、沖縄市工芸フェア2日目となる10日にですね、FM コザの、特別番組生放送もやりますよね、はい、2時から4時まで2時間こうたっぷりやるんですけども、はい、その前にですね、12時から工芸オークションというものがねこう行ってまして、これもスティービーさんのこう、MC 担当なんですけども、毎回盛り上がるんですよ。で例えばこう、まあ、みんな大体高価じゃないですか、こうあの工芸品って、例えば琉球ガラス、2万3000円するものが、例えばもう1000円スタートとか、だからスタートが1000円だから1010円、まあまああの端数はやるなって僕言ってますけど、まあ、2円とか3円とかってダメダメダメ、もうせめて50円単位にしてくれっていうことでやるんですけど、まあだからこう50円でも100円でも多くつけた方がこう競り落とすっていう形式ですよ。ただやっぱり皆さんこうあのできるだけ安くでこう買いたいっていうのがあるから、大体半値以下だよね。そうですね、半値まではいかないかもしれない。それはいいんですか、出す方としては。だからこれはそのこう提供してる作家さんも全部だからこう無料で提供するんですよ、でそのこうイベントを盛り上げるためというような感じで、はい、まあ、お客様にもこう、ね、こうサービスっていう意味合いを込めて、提供してもらってるんですよ。だいたい約50点ぐらいかな、いつも。そんなに。でだから2時間喋りっぱなしなんですけどでね、やっぱりこういい商品はね、やっぱり一番後ろの方に持っておくの。まあそうですよね。でこう、あの座安木工所の1枚のこう天板とかね、もうあれなんかもうカウンター使ったらもうあれだ買うだけでも何十万ぐらいしますんでね、やっぱり業者の方が欲しがるわけよ、だって欲しがるよね、はい、欲しがるわけさ、だって加工できるから、そう、商品だけじゃなくてそういう木材とかも、もう木材とか、まあ、だからそういう商品ね、木材として販売してるところもあるんですよ。あ、そうかそうですね、木工場さんとかね、北部森林組合さんとかいろいろあるんだけど、はい、それもおはようございます、高野さんの秀さんですね、まあ、だからそういうようないろんなのがあるわけ、高価な商品は、こういつもこう後半にしてるんですけど、チナオーディオが出るとね必ず鳥なんですよ。まあ、それはもうそうですよ、30数万とかも50万ぐらいする商品ですから、なんですけど、それはもうね、その商品を毎回提供するって言えないわけよ、ね、言えなくってこう出る時もあれば出ない時もあるんですけど、さあチナさん今年どうしましょう。そうですね、今度は昔、いろんな意味でたくさんの奥さんに買ってもらった、はい、この円錐形 の、スピーカーを出しますので、ウリヒャ、はい、今だいたい主流になってるのは8センチのこうパイプ型ですけど、パイプ型なんですけど、まあ、やっぱりこう歴史があるわけですよ、チナオーディオにもこう、いろんなこう形、円盤型のもあったし、吊り下げ型のもあったし、いろいろあったんですよ、で、まあ、その時のベストですよね、なんですけど、この今回こう提供していただく作品は、こうなんていうのかね、円錐っていうんですかね、こんな形なんていうの流線形ですよね、ちょっとね、で流線形になってきて、まあ、ラッパに近いのかなで木製ですよね。そうです、はい、木製なんですよ、木製、木製なんですよ、まあ、あれは形としては、平行面がなくなるように、上にこう徐々にしぼんでいって、はいはい、要するに同じところに跳ね返らないように、必ず違うところに行くように、音がこうダブらないようにということで、形にしてるんですよ。普通箱ってほら、まあ、四角だから、そうですよね、どうしても低材が発生しやすいということで、はいはいはい、だからまあまあ、木製で赤っぽい木ですよね。そうですね、赤木みたいな感じ、はい、まあ着色ですけどね、のものなんですけど、商品名がなんていう商品名でしたっけ。ウリヤ忘れてるよ。みやびじゃない、なんだったっけ。ウレイカ。ウレイじゃないな、ウレイじゃないです、一応ホームページには掲載、もう落ちなさいよ僕はもう覚えておかない、もう千田さんに発表してもらおうと思ってやるのに、まあ、直径が20センチで、まあ結構大きいからね、なんだかみやびとか、いわゆるこう日本語をそのまんま、こうちょっと検索して、はい、ちょっと見てみますね、木製のこんな形ですよ。
真ん中ぐらいにあったかな。あ、これ茶色のローマ字、ローマ字で表記してます。ローマ字、ゆるやか、ゆるやかじゃない、何だったかな。どれだ、ちょっと今ミークがこう探してますけど、つやつやじゃないですね。今千奈さんが探してやっぱり気になるよね、みんなもね。あ、これこれは20センチ。あ、これ奏でる？奏でるです。奏でる。そうだ。奏でるパークの奏でるだ。ね、はい、奏でるというね、この20センチスピーカーを提供するんです。定価がいくらとかで30万。そうですね。30万ですね。で、これがもう現品限りなんですよね。そうですね。もう絶版になってるので、欲しくってももう買えないんですよ。はい、だからそのいろんなやっぱり好みあるわけね。やっぱちなさんとしては今のベストはこう円柱形の ね、 そうですね、こうパイプ型の8センチっていうのが、まあ、一番今の中ではベストだろうってなんですけど、やっぱこうビジュアルとか、うん、こうあの木の質感とか、うん、そういうのがやっぱ好きな人いるわけよ。いますね。木製がやっぱいいという人いるので、うん、でももうこのカナデルのこの商品は、はい、もう在庫これ1個なんですよ ね、 そうですね。作ることもないんですよね、もうね、はい、ないんですよ。これ定価以上もありえるんですか。だからプレミア感がつくわけ、はい、だからある意味ね、うん、つくんです、はい、だこれを出展するんですよ皆さん、この意味わかります。すごいことですよね。すごいんですよ。いいんですか、出しちゃって。ね、だから本当はだからこっちに今日持ってきてもらうつもりだったけど、まだ組み立ててないって、はい、もうこれから、まあ、これからこう組み立てるらしいんですけど、はい、もうさすがうちなんですけど、ね、明日、うん、今日納品なんですけどね。まあ、今からこう組み立てます。そうです。で、今日ね、これからちなさんもこう工芸フェアのこう各出店、業ブースの方は、まあ、随時も今も納品してる方もね、たくさんいらっしゃいますけども、うん、まあ明日以降確実にいますので。はい。ぜひね、はい、来ていただければと思ってます。で、この工芸オークションね、先ほども言った通り12時から随時出します。まあ、一応取りかもしれないんですけど、もしかすると前になるかもしれないですからね、必ず遅くから行かないでくださいよ皆さん、うん、必ず12時前には来て品定めしてください、うん、もう展示してますから。あ、展示で見れるんですか、うん、展示して定価もこう書いてありますから、うん、品定めをして、あ、やっぱ自分は絶対これ競り落としたいなっていうのをこう見定めた上でこう入札に参加してください、うん、ね。開始価格はおのおのこう商品によって違いますので、うん、はい、いくらいくらいくらってこう手を挙げてね、こう本当に、うん、いい商品を格安でこうゲットできるのがこう工芸オークションなので、うん、今言った奏でる何回も言いますよ、うん、プレミア感もついてると思います、うん、現品限りです。買いたくても買えないです。ぜひもうこれね、仕事休んでもですよ、うん、もう行ってください皆さん、もうだって欲しくてももう作らないですから、うん、まあ千奈さん相当口説き落としてこれと同じの作ってって言ったらもう分かんないですけど、うん、でも基本的にも工場では生産してないですから、はい、この商品はぜひ、皆さんね遊びに来ていただければと思ってます。まあだからこうね、その奏でるね、こう落札したらこう2階のブースですよね、千奈さんの。そうですね、2階の奥にブース、出店ブースがあるので、そこ持って行って、うん、そこでねちょっと配線して聞いてみた方がいいですよね、うん、その8センチスピーカーとその奏でるの木製のこうスピーカーとの違いとかね、うん、でやっぱこう本人いらっしゃるので、うん、解説していただいて、うん、でそのこうセッティングの仕方もやっぱりあるので、はい、それちょっとねこう、うん、聞いていただく方がいいですよね、はい、せっかくらこう落札すればねするんだったら、はい、まあ、そんな形でね、ぜひ楽しみにしていただきたいんですけど、今日なんか紙持ってきてますか、なんか告知ものあるんですか。あ、いやいや、これはちょっと、うん、番組に出演いただくのですが、はい、その時の、なるほどね、打ち合わせのね、あ、そうですか、こうなんかあるのかなと思うんですけど、で、今月からですね、もちろんこう、この4日間は、工芸フェアにこう、ね、うん、来ていただきたいんですけども、はい、常時こう、展示販売しているのが、コザゲート通りにある、コザ工芸館フンドゥでね、はい、随時展示もしてます。随時音楽も流してます、チナオーディオで、はい、
で基本あの8センチのこうスピーカーから流してるんですけど、あの木製も一つありますよね、でっかいのがあるんですよ、うん、であれもこう聞くこと可能なんですけど、通常ねあの女性職員がいるのでこう切り替えってなかなかこうね配線しないとこう聞けないんですけど、今4セットぐらいあるのかな、4セット全部今出るようにしてます。あ、出るようにしてる、はい、でこれを、さっきも言ったあの千奈さんのこういろんな話も交えて、音楽のこう聞き比べというかね、はい、こう各スピーカーの聞き比べ、もしかするとその、倉庫に眠ってる絶版のものがこう持ってくるかもしれないですよ、うん、で毎月、第3木曜日でしたっけ、はい、ね、第3木、今月は16日、来週16日の木曜日夜7時から1時間ね、はい、聞き比べ会、ね、チナオーディオの音の世界ということで、はい、毎月定例で、5名限定になりますので、はい、ぜひこうね、予約、小座工芸館フンドゥにお電話を入れてください、予約しますっていうことでやってくださいね、はい、時間きっかりに始めて時間きっかりに終わりますから、はい、千奈さん話したら2時間3時間やりますから、もう僕止めますんで1時間 でその後はまた、またこう来月とかね、もちろん工芸フェアでもたっぷりこう千奈さんのこうユンタ君も聞けますので、そこにまずはね会場足を運んでほしいですよね、はい、うん、それと例のその2メートルの木製のスピーカー、はいはいはい、あれ実は日本国内で特許取れなかったけど、うん、中国で取れました、うん、お隣の中国で特許取った、そうそう、面白いですね、不思議ですよね、不思議だよね、私は日本人だけど日本で取れなくてね、うん、なるほど、まあ、だからそのこうね違いっていうのもやっぱ聞き比べてほしいですよね、はい、うん、やっぱりこうもちろんこう見栄えもね、うん、木造なんでこう僕はやっぱこう木のやつ、うん、かっこええなって思うんですよ、うん、まあ、でも技術者としてはやっぱいろんな特性ありますから、はい、その時のこうベストとかこう材質によってもこうもちろんこう違うと思うので、はい、こういった音はこれがおすすめですよとかね、うん、こういった用途にはこう例えばこう設置する場所にもよりますから、はい、これだったらこの鑑賞用だったらこれがいいんじゃないですかとかね、まあ、通常はやっぱもう今コンパクトですから、はい、8センチ の高さが何センチでしたっけ、30センチ、1メートルです、1メートル、はい、これが大体主流ですか、一番コンパクト 小さくてね、うんうん、まあ、テレビの外に置いても置いてね、設置しやすいし、だから今もほら薄型のテレビで大画面じゃないですか、はい、もう33インチ36インチが普通なのかな、大体それぐらいですよね、だからまだ小さい方ですよ今どちらかというと、うん、40インチとか50インチとか60インチでこうやりますから、はい、それに合わせたこう音っていうのは、うん、チナスピーカー、チナオーディオのスピーカーとアンプで聞くのとやっぱ全然違いますからね、そうですね、うん、映像の中の恐怖感だとか、うんうん、それから楽しそうな感じとか、うんうんうん、もうその通りのあれが出ますから、だからね、うん、そのいわゆるこう爆音じゃないんですよね、はい、爆音は、まあ、ボリュームを上げりゃいろんなこうスピーカーでもできると思うんですけど、はい、アップでもこのね本当に小さい音ですよ、小さい音、ささやきの音とかね本当に表現できますから、はい、なんでこんなボリューム小さくしてるのに聞こえるのっていうのが、はい、チナオーディオの特性ですからね、はい、これはもう、うん、どこにも負けない、ないですよ本当に、はい、負けないです、うん、それをねやっぱこう聞き比べね、はい、していただければいいかなと思いますよね、はい、でも実際に映画館と家で見るときって同じ映画でも全然違ったりするので、うん、 ね、それが余計にってことですよね、よく映画館でね、はい、こうドルビーサウンドとかってありますけど、はい、そんなもんじゃないですからね、全然違いますね、臨場感とか、あもう本当に本当に今人が歩いてきたのみたいなね、なんか後ろ振り返っちゃうみたいなぐらいのもんですよね、はい、だからよくあるのが、うん、携帯が鳴った時に、うんうん、みんなこう自分の触るの、はいはいはい、実はそのテレビの中で、ね、画像から出てるっていうね、はい、そうなんですよ、だからもうねこれをねやっぱり動画もそうですし、うん、よくねDVD でこう流してアルディーボとかね、あ、はい、クラシックのもの流しやっぱ綺麗ですよね、はい、もう実際、うん、パレット小文字でやったら、うんうんうん、もうおばちゃんがこう、うん、泣いてるんですよ、泣いてる、で影の隠れてこう見ながら、うんうんうん、涙拭いてるの見てるから、うんうんうん、そういう意味ではもうとっても感情が直接こう、ね、心に響く、
確かに音って感情に訴えますよね。はい、ですよね。はい、もうなんか心イコール音でこう刺激してくれるみたいな。そうですね。やっぱりその、まあ、五感ってこうありますけど、はい、目っていうのはどちらかというと騙されやすいですよね、はい、視覚っていうのは、はい、だけど音っていうのはやっぱりこうね、こうあのいわゆる目の不自由な方でも本当に、うん、絵が見えるような感じのものっていうのを音で感覚としてこう捉えてますから、人間の五感の中ではやっぱ大事なこう器官なので、はい、まあ、それをこうよりこうあのシンプルに分かりやすいっていうかね、はい、イメージしやすいこのチナオーディオをね、はい、ぜひ皆さん、うん、現場で体感してね、はい、ね、クレジットもこう組めるのでね、はい、ぜひね、ご購入していただければななんて思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、体験はやらないんですよね、チナさんはね、今回はね。今回やらないんですけど、うん、次UFO で、うん、この音のステレオ感とか、うん、音場が分かりやすいもの、うん、今度体験でやりますので、始めますので、まあ、5月に予定している街ゼミでは おそらくそれやると思うんですけど、はい、CD を使って DVD のあれ使って、スピーカー2つと、うんうん、小さい一応との小さいアンプで、うん、それがすぐ、まあ、できたらね、うん、1000円以下でできたり、以下でこうだから体験できる、まあ、ちなオーディオのこうあの小さいアンプとスピーカーをワンセットでやって、はい、仕組みをこう体験する、うん、でだからそういうのです、キットみたいなのですよ。今、まあ、iPhone とかをつなぐと、うん、ちょっと大きめに鳴らせるとか、うんうん、そのためのアンプとスピーカーを、ね、UFO 型です。これね、楽しみにしてください。こう本当に面白いですからね、うん、おはようございます。今日早いね、リンボさん。もう早いと言っても目が死んでますけどね。はい、ということでございます。さあ、あ、そうかそうか、ルドロフさん来てますね。チナさんがどうしてあの丸いスピーカーを思いついたのか不思議です。あ、うん、ルドロフさん聞きに来てください。現場でね、うん、あ、なんで思いついたのっていうのはね、もう本当にここでは1時間では喋れないので、うん、ぜひ行って聞いてください。うん、さあ、あっという間の60分、地域情報バラエティらしき番組、グモニコザ、略して GMK、今週はこの辺でお別れでございます。さあ、皆さん、明日からですよ、いよいよ、第15回沖縄市工芸フェア、朝10時から、夜8時までやりますんでね、工芸オークションは、あさって、10日金曜日の、12時スタート。そして FM 講座特別番組は、2時、14時スタートでございますんでね、ぜひ、これにも遊びに来てください。今日のお相手は私ミスタースティービーとチナオーディオのチナヒロシでした。はい、はい、そして FM 講座ミクでした。また来週お会いしましょう。さよなら、バイバイ。